はい、NPO 事務局の、鈴木です。本日は築地魚橋、小田原橋等のご紹介をしていきます。1階にですね、生鮮食品たくさん並んでますので、では早速行ってみましょう。まずこちら陶芸さん、クジラ屋さんですね。クジラさん珍しいですよね。クジラさん、クジラさんは、はい、これも築地ならではだと思います。一番のおすすめのやつはこうやってうちで自家製のタレで味付けしてある商品とか、レバ刺しとかそういう感じの食感です。あと細く刻んで、今ユッケあんま出てないですけど、焼肉屋さんのユッケのイメージで、クジラのユッケですね。家でもし調理するならこんな調理の仕方あるよみたいなのあります？はい、ローストビーフみたいな感じで調理していただくとそれも美味しいです。ポン酢で食べてもいいですし、塩コショウわさびとかで。ご住職、こちらは見てくれたシラスの専門のシラスのお店。豊洲から入荷されるお得なちりめんじゃこでお値打ちのものをこちらに入れます。今日のお買い得はこちらの和歌山県です。それはお家でサラダや炒め物に使っていただくのにちょうどいいお値段とお味になっています。塩味も優しめのものを入れるようにしています。今日のセリで入った、静岡駿河湾さんの玉揚げ桜えび、かき揚げとか、炊き込みご飯、しらすと二色丼っていうのがおすすめです。よく飲食店でもそういう飲食をやっています。お店ではですね、大体20種類以上のアイテムをこのお店では取り揃えてます。特に一番人気アジなんですけども、対馬のアジを静岡の沼津で加工しております。沼津の水がすごく干物に適しておりまして、そこのお水を使って干物を干してます。こちら西京漬けの、は全てこちらで加工しております。ちなみに高橋さん的に一番おすすめなのは、はい、もちろん一番人気は銀だら西京漬け、はいはい、これはもう当店の不動の人気ナンバーワンでございます。で僕の2番はもうこちらマスノスケの西京漬けです。お、はい、理由は何かあるんですか？もう油の海苔がこのマスノスケは全然違います。そこの油と西京味噌がすごくマッチするんで、すごくおすすめでございます。なるほど。こちらも大変喜んでいただいている詰め合わせでございまして、はい、特大のどぐろが2尾入ったセットでございます。すごー。父の日、あとお中元、はい、もう先行予約がもう今始まっております。ちなみにこれでおいくらなんですか？6000円、税込み6000円でございます。あんなに大きいのに、はい、エビの専門店三重さんですね。はい、何種類ぐらい基本置いてるんですか？何種類だ、結構いつも出すのは限度があるんで、うん、これの数倍は出さないもので持ってるってことだ。この時期一番いいエビは、ごぼうエビは、去年は一回も出なかったです、ね。で珍しいですね。この珍しいのかなり珍しい。島とかボタンとか浜が出るのが圧倒的に少ないし、どんな味がするんですか？それ食べてみないそう、どんな味か自分で確かめるのが一番だよ。今はね、バフンウニがもう終わりになって、今これから紫ウニがどんどん増えていくんで、紫ウニに関してはもう買いやすい値段にはなると思います。このウニを見分ける方法、
教えていただいていいですか。まあ、美味しくないはやっぱその店の人に聞いてもらうのが一番なんですけど、その新鮮か新鮮じゃないっていうと、ウニって要は取ってこう仕立てた時は乾いてるんですよね、はい、なんかこういうこれとか見たら分かるんですけど、こういう分かるんですかね、粒が立ってる、この粒が立ってるのは基本新しい。で、まあ、賞味期限が1週間ぐらいあるんですけど、賞味期限が近づくにつれてちょっとこう溶けてくるというか、溶け出してくるんで、まあ、溶け出してるウニは取ってから時間が経ってるなって思います。美味しく食べる方法みたいなのあります？まあ、難しいですけどそのこのバフオーニーって言われるやつはそのままとか、あとは塩つけたりとかなんですけど、紫ウニに関しては多少ね磯臭いんですよ。トップの紫ウニでも絶対ちょっと磯臭いんで、そのお醤油と一緒にすることとか、ご飯と一緒になることで旨味が増すと。続いて、はい、卵焼きではなくて卵屋さん、はい、深海醤油さんです。こんにちは。今の時期一番おすすめの卵っていうのはあるんですか？じゃあ今おすすめのとかっていうのは季節的なものはなくてですね、一応通年的にこの極みっていう卵をおすすめしてます。これはどういう味が特徴だったりするんですか？まずですね、通常皆さんスーパーさんや水谷さんで買われる卵の身の色っておそらくですけど、これぐらいのレベルなんじゃないかなと。これ7番8番ぐらいではないかと思われます。はいはいはい、この極みに関してはこちらのスケールは15までしかないんですけど、はい、15で測れなくて こっち側なんです、ね。餌として植物由来の、パプリカ、ね、狙いとしては親鳥の、健康維持、その他産物としてコクが出る、はい、卵専門店深海醤油、Facebook、そして食べて、それから最近はクックパッドマートの方も始めております。そしてホームページで皆様のご覧になっていただけるのをお待ちしております。もちろんご来店もお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。